な話を進めていく中で、実際に開催したのがその数ヶ月後の2ヶ月後の4月が第1回目の開催だったんで、はい、そうそう、そんな全然やるかっていう話の中から2ヶ月間の間で支援品を集めたりとかいろいろ準備をして、実際に4月にやったんですけれども、その時に来場者が150人ぐらい、はい、はい、来ましたね。ああ、そうですか、はい、いや、まあ、立ち上げまでの期間も本当にスピーディーですし、はいはい、それで150人の人がね、はい、来て、まあ、ご利用になったということで、はい、いや、パワーを感じますけれども、はい、やっぱそれだけ求められてたっていうことなんだと思いますし ね、 そうですね。運営スタッフさんは何名ぐらいの体制なんでしょう。今こちらにもQR コードがあるんですけれど、ポスターの QR コードから皆さん、ボランティア参加したい人って言って読み込んでもらえると、誰でも入れるようになっているオープンチャットがあるんですけれども、そこに今在籍っていうか登録が126人ぐらいいるかな。あ、そうですか、はい、で毎回こう開催のたんびに ボランティアの参加の方が約その半分ぐらい、40人から50人ぐらいかな、みんな来てくれています。あ、結構ね、やっぱり大きな団体というかスタッフさんに囲まれてね、お、はい、なりになっているということで、これまでにこのフードバンクというのは何回ほどおやりになってますか。今月の9月の4日でしたっけが第9回目で、はい、この今持ってるポスターの11月の開催が第10回目になります。はい、2ヶ月に1回の、うん、はい、スパンでやってるので。あ、そうですか、はい、なのでこれが第10 11月の開催が第10回目です。11月は3日ですね。はい、かすりの里の園芸交流館の多目的ホールでおやりになるということですね。はいはいはい、ということは今あれですか、そこでの支援品の受付中ということですか。そうですね、はい、それなのでここにいる皆さんのお家にある賞味期限とかちょっと見ていただいて、まだ食べられるけどこれ多分食べないなとかいうものがありましたら、後ろにあるなんだキャリーカートの中に入れててもいいんですけど、ここの連絡先とかに連絡いただければ支援品を随時受け取りをさせていただいているので。ああ、分かりました。多くの方のご協力をお願いいたします。はい、そうすると受け入れる日時が決まっているのではなく、そこを読み込むと、はい、まあ自分の、ああこれ出たなっていうのが後で随時そこに、はいはい、お持ちすれば、はい、受け取っていただけるような形になっているわけですね。はいはい、特にこう喜ばれると言いましょうか、必要とされる物資というのは何かございますか。やはり炭水化物系のやっぱりお米とかだったり、麺類、あとは粉物ですね、小麦粉だったりとかホットケーキミックスだったりとか、お腹にたまるものがやはり皆さんダントツにも欲しがります。あ、なるほどね、うん、お家でね、じゃあ少しこう余分にあるなというお米ですとかおうどんですとかパスタとかね、レトルト食品の、まあ、主食になるようなものですね、終わりだったらばこちら QR コード読み込んでお持ちいただければと思いますけれども、あとここせっかくね、会場大人の皆さんも結構いらっしゃいますので、何かお願いしたいことってございますか。そうですね、まあ、伊勢崎市でも生活に困っている方とか、まあ、コロナの影響とかもそうなんですけれども、この4月からまあ物価高騰によって、まあ、この9月の開催の時もやはりすごく困窮されているという方が目に上がってますので、一人でも多くの方の支援品が本当に必要なので、カレー粉一箱でも結構なので、一人でも多くの方のお力添えをお願いいたします。ね、なんか本当にこう矛盾してるなっていうのが、なんて言うんでしょう、こうコンビニエンスストアとかでね、その消費期限が過ぎたものがこう破棄されてしまうとか、なんかそういうニュースをこう見る一方でですね、やっぱりこういう生活困窮している方たちのためにこう活動なさっていて、し
かもそれ必要としている方と実際こう接せられている方もいらっしゃるって、この何かね、こう矛盾というかモヤモヤというか何かね、そういうことを私個人的には感じてしまうんですが、あのお家にある本当にこう一つからでも結構だということを今ねおっしゃってました。あの次11月3日までまだ少し時間もございますので、もう一度お家にこう帰ってね、何かございましたらぜひご支援を力添えをお願いしたいと思います。私もちょっと家帰ったら探してみたいと思います。よろしくお願いします、はい。みんなのうちかがやんちの加賀代表でした。どうもありがとうございました。